何？何なの？もしもし、聞こえていますか？返事をするから手を動かしてみて。急病に。救助中だ。担架を頼む。駅は無事か？
えない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えていると思う。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけるな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔鋼に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。そこの路地を戻れば駅に抜けられるんだけど、ちょっと危険なんだよね。絶対に戻るべきよ。駅に行きたいの？そこの路地を抜けた先の建物の屋上を通り抜ければいいわ。簡単に言うなよ。そこの路地を戻れば駅に抜けられるんだけど、ちょっと危険なんだよ。絶対に戻るべきよ。どうしてこんな目に遭うのよ。子供が駅にいるの。こっちは無理だな。嘘でしょ。早く助けて。軍がすぐに来る。そんなの。早く来てよ。建物の外に避難してください。繰り返します。こちら
予想以上か。不審者を見逃すな。こっちも手配済みか。早く捕まえてくれ。お客様たちは当ホテルが責任持って避難場所まで誘導します。お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ。お花、どうぞ。花？うん。お礼、追い払って。助けてくれた。何の話だ。じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ。値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔航路が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。助けて。おい！またね！
地面に置け。ゆっくり。ここまで。悪くない。異常なし。やれ。沈め。進むぞ。逃がさん！
くんだ。チェラ仕掛けだ。これだ。
逃さない。ここまで当然の結果だ。
こずらせやがって。クラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし、見ただろ。ソルジャーってのは、やっぱりただもんじゃない。うん。本気で誘わない？ちょっと待って。おい！失敗したじゃねえか。え？あ、何してやがったんだ？あ？治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕。な、頼りになるだろ。待て。一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことはあるか。あ、ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。
おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい。聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。人を見に紛れる。到着までに戦闘車両に集合だ。この列車は一番魔航路爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いましてご迷惑をおかけします。って言ってたけど本当かしら。この世の終わりだ。反神羅勢力見たことある。魔航路なんていらないさ。帰れりゃそれでいい。仕事がなくなっちまった。ビリビリっす。当然だろう。クラウドさん、俺罪の告白なら他でやってくれ。うわ、厳しいっすね。疲れた。寝たい。八番街元に戻るよな。ちょっと聞いていいか。どうなったのかしら。出かけたりしないで。あんた、ああいう状況には慣れてるのか。さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのかな。娘が八番街に住んでいてね。クラウド、SOS。 なんとかしてくれんじゃねえの。ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔鋼が誘爆を起こした。そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、魔鋼炉はそんなこと想定内じゃない。見えない敵がいるって言ってたよね。ああ。ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そうしないと進歩しないもの。クラウド、聞いてくれてありがとう。普段をバカにしてきたバスだって見方はあるぜ。冗談やめてよ。魔航路がなけりゃ俺らも困る。魔航路を爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。シンラにたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。何なんだ君は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前は、てめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。
何があっても変わらない日常を送ってやる。これが新列車員の戦い方だ。意義なし。これぞ死んだ魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか、いつだって精一杯生きてる。引きましょう。されるとは思ってないさ。早く洗い流してな、いろいろ。まあ理解されるとは思ってないさ。俺たち嫌われ者っす。仕方ない、仕方ない。早く駅に着いてよ。くだらねえ。何が死んだ魂だ。俺は間違っちゃいねえ。くだらねえ。何が死んだ魂だ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地、その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、懲罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心して。ね、腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるならもうきっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。敷かれたレールには逆らえないんだ。星を救うでっかい始めの一歩だ。うん、お前ら
ピーヒャラ喋るんじゃねえ。捕まるぞ。やべ。次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。アジトでな。忘れたか。店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。マリン、お助かりだ。マコーロ、俺の人生共通点だ。こっちの人、本当に見ませんでした？スラムの様子はどうだった？テレビで、すごいな。お腹すいた。駅前屋台で何か食べて帰ろう。ここ、警備する必要あんのかな。やった、大好物。キツ幽霊見れるかな。なんとかね。いつも通り列車が動けば、明日も朝から出勤よ。ねえ、どっかで休んでいこう。本日の列車の運行は終了しました。バーガー屋を譲ったけど、俺は言ったんだ。金を。広場にいるよ。ずっとテレビのニュースを見てるんだ。あら、私も見たいわ。犯人は捕まったのかしら。すごかったんだぞ、マコロの炎。犯人は、プレートとスラムで差があるのは、爆破の犯人を探して。マコロ、すごい勢いで燃えてたわ。8番街はあちこちで爆発よ。魔鋼は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。おい、あんた、どうした？魔鋼中毒かよ。またあいつか。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろ、シャワー。俺はとにかくご飯ご飯。ジェシーは？危険、ゲート不具合によりモンスター多数滞留中。この先に用はない。戻るか。この先はモンスターがいて危険だ。帰りな。現在緊急事態につき、こちらは通行禁止になっています。すみません。もっと堂々とせんか。はい。緊急事態につき、ここは通行禁止だ。
速やかに立ち去れ。まだ甘いぞ。様になってきた。修理の腕上がったな。いつか店を持って。故郷の両親をミッドガルに呼ぶのが夢なんです。ちゃんと飲みてえ。自由に見ねえとな。ビジリー。あ、マリー。ただいまおかえり。あ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おー、そうかよ。しよしよしよし。お疲れ様。うん。それ、どうしたの。ああ、本物でしょ。珍しいね。え、意外だな、クラウド。こんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え、バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。ああ、てめえ、バレット、マリンに何しやがった。知らない人とは喋っちゃダメって。え、偉いぞマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。えらい、えらいぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる。いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。ああ、マリンをビビらせんなよ。マリンと話したきゃ、ちった愛想よくしろよ。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。
上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。ごめんね巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。神羅を憎む気持ちも分かる。うん。全然ダメ。バレットたちと揉めなかった。ああ。向こうがどう思ったか知らないけどな。そう。心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた八番街、映画みたいだった。ニュース番組も神羅が作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃああれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望荘。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。見ず知らずの他人だ。やめておこう。寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。
クラウドやめて。部屋に戻ってろ。離せ。ユニオン。この人は203号室のマルカートさん。病気でずっとこんな感じなんだって。時々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。おや、あんたがクラウドだね。ああ。私は大家のマーレ。で、一昨日来たんだって。それまでは上かい。いろいろだ。訳ありか。まあ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。もうティファはとっくにセブンスヘブンへ行っちまったよ。それにしても顔色が悪いね。ちゃんと寝られたのかい？自警団が見回り強化してくれるってよ。協力者を選定。中。ウェッジの出てきてる。便利や。協力者を選定中。ウェッジの出てきてる。経験だな。何を言うんだ。怪我したくなけりゃ近づくんじゃねえ。ゲート不具合によりモンスター多数滞留中。この先に用はない。戻るか。でけえ剣だな。何を言えた。協力者を選定中。
れき通りのモンスター、なんとかしないか。明日、俺も挑戦してやる。一人じゃダメよ。自警団の建物もあちこちガタガタ。ちょっと危ない住人さんもいるんだって。うん、綺麗。純正品は違うわ。ペタペタっと。みんなが引っ越してくりゃ俺たちの生活も良くなるな。ありえねえ。